トロワーク作家の丸尾と申します。昨日、トロサーモンの単独ライブの打ち合わせ終わりにですね、小田さんが、ちょっと近くに宮崎県の人がやってる、めっちゃ安くて美味しいチキン南蛮食べれる店があるから行こうと誘ってくれまして、小田さん含めて4人で行くことになりました。そこでまあチキン南蛮とか地鶏もも肉とか数品注文しまして、まあ、1人2杯ぐらいお酒飲んで、で、お会計をお願いしたら、なんと、1万8000円でした。全員が高と思ったんですが、まあ、すごい優しい店員さんだったんで、もう何も文句も言えず、もう血が出るくらい歯食いしばりながら、ペイペイで払ってました。どうやら久保田さんはまだ宮崎県の人に許されてないっぽいです。以上です。やかましいアホ。ほら、だからまだ2曲やねん。そういうことやな。そういうとこやで。ちょっと待って、もうついに、このラジオの作家でこの紙とか用意してくれてる、丸尾君吹っ込んでるやん。せやねん。宮崎の店主さんやったの？宮崎の店主さどう？ん。感覚ボラた？いやー、僕ってあんま言われへんけど、まあ、俺は高いって思ったな。1人2品ぐらいと、そう、まあ、チキン南蛮2お杯ぐら酒い。2杯。でも、まあ、歌舞伎町やしなんもあるし。1万8000円。なんかさ、なんか、ぼられても別にええねんけど、ぼったくられて、うわ、ぼられたわって思うけど、店主とかがさ、上来てさ、今日はありがとうございましたって丁寧にされたら、そこでもうなんか、ちょっとね、3000円ぐらいマイナスになったりせえへん。する。そういう感じやったわ。あと歌舞伎町ってあれがあるかも、ボルとかじゃなくてむっちゃちっちゃい字で、実はテーブル1時間ごとに1人2000円かかりますみたいな店ある、知ってる？最近あれって呼んでないこっちが悪いねんって。なるほどな。それちゃう？ただ、そんな中、マネージャーの酒井君はやっぱキレッキレやから、ビラッてする人やから、その話したら目ガンガン開けて、食べログやったらかけに行きますやって。やり方汚いな。食べログでやんねや。